この動画では前十字靭帯損傷の画像診断と撮像法についてお話ししていきます。前十字靭帯はその解剖的な構造上断裂がしやすく、また治療方針として手術が選択されやすいため、前十字靭帯損傷の画像診断について理解することはとても大切です。この動画の目標としては前十字靭帯損傷の解剖と正常像について理解することをまずお話したいと思います。正常な画像を理解して初めて疾患が見えるようになってくると思います。そして前十字靭帯損傷の症例を通して画像診断に精通していくこと、それらを基礎に前十字靭帯損傷を評価できる画像を提供できる撮影技術を身につけることを目標にお話していきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについてお話していきますので、これらのキーワードについて興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。今回の動画では前十字靭帯の損傷について扱っていくため、まず前十字靭帯の基本事項についてまとめていきたいと思います。前十字靭帯は英語でアンテリオルクルシエイトリガメントなので、頭文字を取って ACL と言います。こちらの図では大腿骨から頸骨に向けてこのような靭帯がありますが、これが前十字靭帯です。 T2 強調画像の視上段で見てみると、緑色の大腿骨付着部から前に向けて走行していき、オレンジ色の頸骨付着部へと走っていきます。この靭帯のおかげでこの下側のすねの骨である頸骨が前にずれるのを防いでくれている靭帯となります。後ろ側には PCL 後十字靭帯があるんですが、 PCL と比較して前十字靭帯の方が細いです。なので断裂の頻度としては圧倒的にこの前十字靭帯の方が多くなり、膝の MRI では最も、丁寧に解析読影していく部位ということになります。付着部としては先ほど言ったように上側の大腿骨付着部と下側の頸骨付着部がありますが、このような図で見てみると、腓骨側、こちら側から外側からこの内側に向けて斜めに走っていく走行をしていきます。2つの付着部のうちこの頸骨の付着部の方は広い面積で繊維がこの部分にくっついているため、こちらの方が断裂がしづらく、付着部同士で比較した場合は上側の大腿骨付着部の方が断裂しやすいとされています。それでは T2 強調画像の視上段の画像をスクロールしながら膝の解剖について見ていきたいと思います。まず骨について確認していくと、こちらに室外骨があり、上側に大腿骨、下側に頸骨があります。外側にスクロールしていくと、こちらに腓骨も見られます。では真ん中に戻り、今度は2つの靭帯について見ていくと、ここにクロスするような靭帯が見受けられますが、こちらが前十字靭帯、こちらが後十字靭帯となります。今回見ていく前十字靭帯に関しては、大腿骨付着部から頸骨付着部に向けて後ろから前に向けて走行しています。続いて冠状段での正常画像を見ていきたいと思います。こちらが大腿骨、こちらが頸骨、外側にあるこちらが腓骨となります。大腿骨については腓骨がある側が外側ですので、内側にある内側顆というこの膨らみ、外側にある外側顆という膨らみがあり、内側顆と外側顆によってこのような過緩顆と呼ばれるくぼみができています。前十字靭帯はこの過緩顆の外側顆寄りのこの部分に付着している靭帯です。外から内に向けて走行していき、この頸骨の過緩隆起と呼ばれる部分に付着していきます。もう一度見ていくと、こちらが大腿骨付着部、そこから外から内に向かって走行し、頸骨の過緩隆起に付着する、この走行を覚えておくようにしましょう。前十字靭帯は2つの繊維束に分かれ、前側と内側を走る前内側繊維束アンテロミディアルバンドル AMB と、後ろ側と外側を走る後外側繊維束ポステロラテラルバンドル PLB の2つの繊維束に分かれます。前内側繊維束アンテロミディアルバンドルは屈曲時の膝安定性に関与するとされ、屈曲時に断裂しやすい繊維束です。後外側繊維束ポステロラテラルバンドルは伸展時の
回転安定性に関与するとされ、新天地に断裂しやすい繊維束とされています。この2つの繊維束を比較した場合、前内側繊維束アンテロミデルバンドルの方が断裂しやすいとされています。 MRI で高分解能で撮影した場合、この2つの繊維束は同定して見えることもあれば見えないこともあります。膝の MRI において前十字靭帯の評価は最も大切と言っても過言ではありませんが、撮影する方針技師としては前十字靭帯を評価しやすい画像を提供することが何よりも大切です。そのためには実はポジショニングが一番大切で、軽度屈曲が大切とされています。こちらに完全に進展した画像と軽度屈曲した画像を並べて表示しましたけれども、進展した場合にはまずこの水色の矢印の部分ですね、前十字靭帯の前の部分、前内側繊維束アンテルミディアルバンドルが大腿骨にペタッと張り付いて非常に分かりづらいということが見てわかると思います。またもう一つの部分、この黄色の矢印の部分ですけれども、この大腿骨付着部の部分もスライスに骨が入り込むパーシャルボリューム効果によって分かりづらくなってしまうとされています。これを軽度屈曲して撮影すると前十字靭帯が大腿骨から離れ評価しやすくなっています。膝専用のコイルの形状によっては曲げて撮影することが難しいものもあると思いますが、膝の後ろにクッションを置いたり足の裏に置いているものを外すなどして15度くらいは曲げて撮影することが大切だと思います。必ず膝のポジショニングをするときには軽度屈曲して撮影することが大切で、もちろん患者様が痛がる場合にはそれを考慮する必要はありますけれども、コミュニケーションを取りながらできる限り屈曲して撮影することが撮影の腕になってくると思います。これから前十字靭帯の損傷の症例を見ていきますが、その前に正常な画像を頭に叩き込むことが大切です。正常な画像を普段から見慣れておき、そこからの違和感を感じることが読影の最初のステップです。 T2 強調画像の正常な視上段と感上段を示しましたが、前十字靭帯は後ろから前、外から内に走る靭帯で、正常だと当たり前ですがこのような連続性があります。そしてカーブとしてはこのような緩やかなカーブをしており、この連続性が途中で途切れたり、またたわみがあったり、ギザギザな走行をしている場合には違和感を感じます。そしてこれが結構大切なんですが、こちらに後十字靭帯 PCL がありますが、この PCL と比べて前十字靭帯は正常でも結構白いです。靭帯の損傷というとついつい T2 強調画像の高信号を探してしまいがちですけれども、もともとから前十字靭帯は結構白いという意識を持つことが大切です。特にこの頸骨の付着部の部分は正常でも高信号が目立つため、これを損傷と見誤らないことが大切です。これは靭帯のこの部分がまばらに損になっており、内部に脂肪組織を含むからだと言われています。特例の時のコツとしては、前十字靭帯は正常でも後十字靭帯よりも高信号であるという意識を持ち、この正常画像を叩き込んだ上で症例を見ていくことが大切だと思います。それでは前十字靭帯損傷の話に移っていきたいと思います。前十字靭帯が損傷する受傷起点は接触型コンタクトインジュリーと非接触型ノンコンタクトインジュリーに分かれます。典型的な動作はスキーによる損傷が有名で、膝を屈曲しながら外反、下体を外旋する動作、膝を内に入れながらつま先を外に向けるニーイントゥーアウトと呼ばれる動作が有名です。また膝の下伸展によっても損傷するとされ、こちらはラグビーやアメフトのタックル、交通事故などのコンタクトインジュリーが多いです。またジャンプや急速な動きの変化を伴う動作、バレーボール、バドミントン、ハンドボールなどや、またバスケットボールですね、ジャンプやフェイントなどによる急激な加速度の変化によっても断裂するとされています。前十字靭帯が断裂した場合はボキッというポップと呼ばれる断裂音が聞かれることがあり、関節血腫が急速に増加しみるみるうちに腫れていくという症状が典型的です。受傷起点はこれ以外にも様々ありますので一概には言えませんが、ポジショニングをする際にどのような動作で痛めたのか、どの部分が痛いのかなどを聞いておくといいと思います。
それでは前十字靭帯損傷の MRI 画像を見ていきたいと思います。 T2 協調画像の視上段で正常画像をイメージしながらスクロールしてみるといいと思います。こちらに腓骨があり、頸骨、大腿骨があるので外から内に向けてスクロールしていくと、この部分に前十字靭帯 ACL がありますが、明らかにこの部分で連続性が途切れ不自然な根信号になっていることがわかります。こちらが前十字靭帯の断裂を示唆する所見です。先ほどスクロールした症例は17歳女性のバドミントン時の膝崩れの症例ですが、前十字靭帯損傷は女性に多いとされ、ホルモンとの関連が示唆されています。 T2 協調画像やプロトン密度強調画像で靭帯の連続性の消失や不自然な高信号が見受けられます。一方向で前十字靭帯の損傷が疑われる場合には必ず多方向でチェックすることが大切です。その部分に対応する冠状段や横断像など多方向で必ずチェックする習慣をつけていくといいと思います。前十字靭帯の完全断裂コンプリートティアについては、頻度は ACL の中央部が最も多く約7割、続いて大腿骨付着部が約2割、そして頸骨付着部に関しては非常に広い面積で設置していますので断裂の頻度は少ないとされています。画像診断で完全断裂を見る場合には、まず靭帯自体の直接所見を見ていきます。靭帯の連続性の消失、 T2 協調画像での靭帯内部の高信号、靭帯の変縁不正、波状走行、靭帯周囲の不自然変化などが起こるとされ、これらの所見を注意深く観察する必要があります。こちらは20歳男性のサッカーでの受傷の症例で、大腿骨付着部の断裂の ACL 損傷です。大腿骨付着部の場合には視上段でもわかると思いますけれども、こちらは冠状段の方がよりわかりやすいです。必ず多方向で観察すること、また T2 協調画像や T2 スター協調画像、プロトン密度協調画像など様々なコントラストで同じ部分を観察するとより診断能が上がってくると思います。続いて頸骨付着部の ACL 損傷について見ていきたいと思います。15歳男性でハンドボールでの受傷ですけれども、 ACL は明らかに不自然に主題していますが、この方は頸骨付着部の剥離骨折を伴った症例です。この部分とこの部分に剥離骨折が見受けられます。頸骨付着部に関しては広い面積で設置しているため損傷は少ないとされていますが、強大な外力が生じた際に骨ごと剥離してしまう剥離骨折を合併する場合が多いです。頸骨付着部に強大な外力が生じた場合には下間隆起の骨折となる場合があります。頸骨の下間隆起骨折はマイヤーズ・マッキーバー分類で分類され、1型、2型、3型、3プラス型に分かれます。このようなシェーマーで恐縮ですけれども、1型は剥離骨片の転移は軽微で前方の身が浮き上がるもの、2型は骨片の転移はあるが骨片の後方部で母床と連続性があるもの、3型が骨片の有利、3プラス型が骨片が本転しているものとされています。3型と3プラス型が原則手術適用となるようです。このような剥離骨折を伴う場合には ACL 自体に損傷があるのかが非常に重要となります。 ACL に損傷がない場合にはこの骨片を打ち込んで終了ですけれども、 ACL 自体に損傷がある場合には再建術の適用となります。このように前十字靭帯が損傷しているかで治療方針が変わるため、靭帯の実質の評価を丁寧に読影していく必要があります。前十字靭帯が損傷した場合は頸骨が極端に前に移動してしまうため、それに伴って二次所見が見受けられることがあります。これらの二次所見がある場合にはより前十字靭帯の損傷を説得力を持って説明することができます。今回の動画では頸骨の前方転移、キッシングコンツージョン、PCL ボーイング、ラテラルフェモラルノッチサイン、スゴン骨折の5つを紹介していきたいと思います。最初に紹介する二次所見は頸骨の前方転移です。こちら正常な画像と ACL の断裂が分かっている画像の T2 協調画像の視上段を2つ並べましたが、明らかに ACL が断裂している画像の方が頸骨が前にずれ込んでいることが分かります。前十字靭帯は頸骨が前にずれるのを防ぐ靭帯ですので、それに断裂が起こることによって本来の役割を果たせず、このような前方転移が起きます。評価方法としては
このような大腿骨外側下中央のスライスの四条段で評価し、大腿骨と頸骨の後ろの縁ですね、後縁の距離を計測し、5ミリ以上の場合を ACL 不全の可能性として評価していきます。続いての二次所見はキッシングコンツージョンです。前十字靭帯は頸骨が前にずれるのを防ぐ靭帯ですので、もし断裂が起きてしまった場合には、その際に頸骨がこのように極端に前にずれてしまい、戻る過程でこのような衝突を起こすことがあります。その部分で骨挫傷を起こし、それが証拠としてこのように残るサインをキッシングコンツージョンと言います。コンツージョンとブルイズは共に打撲による傷という意味があります。大腿骨の外側下と頸骨後縁の後ろの方が衝突した証拠として残るサインです。接することによる打撲痕もしくは骨挫傷という意味があり、衝突による微細損傷、小出血、骨浮腫を反映するとされています。このように大腿骨の外側下にボーンブルイズ、つまり骨挫傷を反映する信号変化が見られ、シーケンスとしては骨浮腫の水信号を反映して、T1 強調画像では低信号、脂肪抑制のプロトン密度強調画像や T2 強調画像でこのような高信号が得られます。このサインは前十字靭帯損傷がある際に非常に高頻度に見られるサインですが、若年者の場合には靭帯の進展性があるため、この所見があるから確実に靭帯が損傷しているとは言い切れないことに注意が必要です。3つ目の関節所見は PCL ボーイングで、 PCL が後十字靭帯、ボーイングはお辞儀をするという意味です。このように後十字靭帯が急峻な屈曲をすることによって、この部分が鋭角になるサインで、頸骨の前方転移に関連するサインと言われています。キッシングコンツージョンに続発する所見として、ラテラルフェマラルノッチサインがあります。こちらの症例ではこの部分に衝突の後であるキッシングコンツージョンがありますが、それに伴ってこの大腿骨の骨の部分にくぼみが生じてしまいます。骨のくぼみのサインですので、このようにレントゲンでもわかる所見ですけれども、こちらをラテラルフェマラルノッチサインと言います。キッシングコンツージョンによる衝突の際に、大腿骨の外側下にこのようなくぼみが見られるサインがラテラルフェマラルノッチサインです。ディープラテラルフェマラルノッチなどと呼ばれ、ノッチにはくぼみ、環合という意味がありますので、深い外側大腿環合という意味です。 ACL 損傷の 3.2% から 26.4% に見られるとされ、深さ 2 ミリをカットオフ値にすると感度 3.2%、 得意度 100%、 陽性的中率 100% の有用な X 線所見とされています。最後に紹介する二次所見はスゴン骨折です。こちらサッカーで受賞した大腿骨付着部の ACL 断裂の所見があった症例をまた持ってきましたが、 T2 強調画像の四条段で損傷は明らかですけれども、こちらプロトン密度強調画像の脂肪抑制というシーケンスを用意しました。よく見てみると、この赤の丸で囲んだ部分に剥離骨折らしき構造物があります。剥離骨折ですので、レントゲンの方が所見が明らかです。このような頸骨の外側の部分にあるわずかな剥離骨折のことをスゴン骨折と言います。こちらが ACL 損傷の二次所見となる重要な所見です。スゴン骨折は頸骨の外側に認められる剥離骨折で、レントゲンでもわかる重要所見です。この部分には外側関節包靭帯という靭帯があり、こちらに内旋や内反などのストレスがかかることによって、この靭帯の付着部がビリッと剥がれ、剥離骨折を起こします。外側関節包靭帯はラテラルカプスラーリガメントなので、ラテラルカプスラーサインとも呼ばれます。 ACL 損傷のうちスゴン骨折を合併しているのはわずか 6-9% 程度ですけれども、逆にレントゲンや CT でスゴン骨折がある場合には 75% から 100% の高い頻度で ACL の損傷が認められるとされ、スゴン骨折を認めた場合には必ず ACL が損傷していないかを精査する必要があります。前十字靭帯損傷が疑われる場合は MRI が撮影されると思いますが、撮影する我々としては MRI がどれぐらいの診断度を持っているのかについて意識することは大切です。
こちらに3つの文献の感度、得意度などをまとめた表を作りましたが、感度、得意度ともおおよそ 90% 前後と非常に診断度が高いことがわかります。画像診断ガイドラインでは、十字靭帯の診断において MRI は有用であり推奨されるとされ、しかし MRI だけでご利用しするのではなく、病歴聴取を含めた整形外科医による診察と組み合わせて施工することが望ましいとされています。また完全断裂に関しては、いろいろと症例を紹介したように診断が容易ですが、部分断裂に関しては非常に診断が難しく、専門医でも意見が分かれることが多いとされ、部分断裂の MRI 診断はなかなか難しいということを意識しておくことも大切です。こちらは前十字靭帯の部分断裂疑いと診断された17歳男性の方の症例です。バスケットボール時の受傷ということですけれども、前十字靭帯の連続性は保たれていますが、 T2 強調画像の視上段だけでは診断はできないと思います。この際には必ず多方向で観察する必要があり、感情段ではこの大腿骨付着部にわずかな高信号があり、横断像でも靭帯自体がわずかに白く、また付着部に水がわずかに溜まっていきます。部分断裂の場合にはこのように所見が非常に微細ですので、 MRI では診断が難しいことを知っておくとともに、一方向で診断しようとせず必ず多方向で診断する癖をつけておくといいと思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は前十字靭帯の損傷について見てきました。正常解剖について勉強し、直接所見と二次所見に分けて勉強をしてきました。一番大切なことは正常画像を頭に叩き込むことで正常との違い、違和感を感じることが最初のステップだと思います。そして MRI などで撮影をする際には必ず受傷起点と痛みの部位を聞き取るようにしましょう。ポジショニングの段階からたくさんのヒントが得られ、ポジショニングの段階で前十字靭帯損傷を疑えるようになるといいと思います。そして前十字靭帯損傷の病室脳は膝の軽度屈曲をするかしないかによって大きく変わってしまいます。痛みがある場合もあると思いますので、患者さんと適切にコミュニケーションを取りながらできる範囲で軽度屈曲を行うことが大切になってくると思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。